はい、どうも、日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで、本日もやっていきたいと思いますけれども、本日はですね、セリエ A の、ファンズチョイスセリエ A、こちらが来ておりますので、注目の選手をレベマ紹介やっていきたいと思います。ということで、まずクリスティアーノ・ロナウド選手ですね。ということで、まあ、お金を積めばロナウドがゲットできるというような形になっておりますけれども、まあ、個人的にディブラ来てほしかったかなというところもありつつ、まあね、個人的にはまだ FP のロナウド持っていませんので、しっかりゲットしていきたいところかなと思いますけども、ご覧の通りですね、まあ、オフェンスセンス決定力がしっかり90代後半の下というところはかなり評価できる部分かなと思いますし、一番上の能力値がフィジカルコンタクトでプラス4で93ということになっております。まあ他のところは本当に言うことないぐらいなのかなと思いますので、ここからですね比較の方を見ていきたいと思います。まず週間 P の方と比較していきたいと思いますが、ご覧の通り、青が目立つというような形になっておりますし、やっぱり11月21日の国 FP のロナウド、これがかなり強いかなという印象ですので、やっぱり前回を持っている方はですね、乗り継ぐ必要はないのかなという印象ですね。で、続きまして、クラブセレクションとの比較になりますけれども、こちらはですね、決定力がマイナス3、フィジカルコンタクトが3つ上がっているんですけども、これね、決定力が高いやっぱりクラブセレクションの方がいいんじゃないかなという印象ですので、クラブセレクションでも持っている方は、こちらにね引き継ぐ必要はないのかなという印象ですね。で、続きましてトリノの方からベロッティ選手ですね。ベロッティも個人的にめちゃくちゃ強い能力を持っているかなと思います。まず決定力が一番上がってプラス6で95ということでかなり上がりましたよね。で、オフェンスセンスも90にしっかりあるので、やっぱり得点能力がかなり高いフォワードの選手かなと思います。で、ラインブレーカーでスピード瞬発も89、85でかなり高いですよね。で、あとはヘディングだったりフィジカル系の能力値、ここら辺もかなり高いですので、ヘッダーというところも持っていますので、ヘッドデッドボムで狙っていけるかなと思います。で、コンワン5ですよね。まあ、コンワン6は欲しかったかなという印象なんですが、レベマ総合値は4つ上がって95ということで、追加スキルは PK キーカーが追加となっておりますね。で、前回のベロッティ選手、こちらはですね初の FP の登場となりました。週間 FP、9月12日の国 FP と比較していきたいと思いますが、オフェンスエースマイナス3、フィジカルコンタクトマイナス3ですので、能力値的に見ると、今回前回の方がねいいんじゃないかなという印象なんですが、 PK キーカーを持っているというところも踏まえましても、PKキッカーなら前回の方がいいんじゃないかなという印象ですね。で、ラツィオの方からはですね、インモービレ選手ということで、この選手は先週だったかな、先々週か、1月9日か、そこでね、週刊 FP で登場しておりましたけども、今回も登場という形になっております。決定力は96、90代後半前のスターというところはかなり評価できる部分ですし、一番型の能力は決定力ですね。で、スピード瞬発もしっかり90、80ありますし、ヘディングだったりね、ここら辺のヘッダー持ちですし、ヘディングというところも狙っていけるかなと思います。で、後半6というところも評価できる部分ですよね。で、レベマ総合値は3つ上がって94で、スキルですけども10個すべて持っております。まあ、中でもワンシューだったりワンパー、ここら辺のスキルかなり有能ですね。プレイスタイルはラインブレーカーということで、前回の1月9日のね、インモビレ選手と比較していきたいと思いますが、オフェンスセンスキック力がマイナス3で、ボールキープ、フライパス、フィジカルコンタクト、スタミナがプラス1ずつなんですが、やっぱりオフェンスセンスが3下がったというところはかなり痛い部分かなと思いますので、前回のインモビレ持っている方は引き継ぐ必要はないのかなという印象ですね。で、続きまして、ナインゴラン選手ということで、ナインゴランは先週も来ておりましたけども、今回も登場というような形になっております。絶対当てたい選手なのかなと思いますね。まあ、上の能力値かなり高いですし、ここですよね。フィジカル系の能力値もかなり高くて、ディフェンス系のね、ディフェンスセンス85だったり、ボールダッシュ92、アグレッシブネス93ということで、ディフェンス系の能力値もかなり高いものを持っているかなと思います。で、スピード瞬発も84しっかりあるっていうところはかなり評価できる部分ですよね。で、逆足が3で、コンワン7、ここも評価できる部分かなと思いますが、レベマ総合値は3つ上がって94ということになっております。で、スキルも有能なんですよね。ワンシューだったり、あとはマンマークチェンシングインターセプト、ここらのディフェンス系の能力値もしっかり持っているという形になっております。プレイスタイルはボックスとボックスということでですね、前回の1月30日ナインゴランと比較していきたいと思いますが、前回の方が得点能力系が上がっているのかなという印象ですね。あと足元系でボールコントロール前回3つ高いですし、フライパスと決定力が2と3ずつ前回の方が高いという形になっておりますが、今回がですねキック力がねプラス3になっているというところはかなりいいかなと思いますけれども、まあ個人的には前回のナインゴランの方がいいんじゃないかなという印象ですね。で、続きましてピョンテク選手になりますけれども、もはやミランにはいない選手が登場ということで、ここが若干なんかね悲しかったりもしますが、ご覧の通りの能力値となっております。オフェンスセンス95、決定力96、ここら辺かなり高いですよね。今回のねこのファンズチョイスセリエ A でもなかなかの部類に入ってくるかなと思いますし、この得点能力高いというところはかなり評価できる部分かなと思います。で、スピード瞬発も89、89でかなり
なる足の速い選手ですよね。で、あとはヘディング92だったり、キック力94、ジャンプ94、フィジカルコンタクト93ということで、スキルにヘッダー持ってますし、ここら辺のフィジカル系の能力値もかなり高いものを持っているかなと思います。で、逆足が3で、コンワン7、怪我耐性3ということで、レベマ総合値は4つ上がって96ですね。で、スキル追加なかったんですけども、ヘッダー、ミドルシュート、ライジングシュート、ワンシュートということで、シュート系のスキルがかなり多いかなという印象ですね。次世代のクラブセレクションと比較していきたいと思いますが、ご覧の通りですね、まあ赤が目立つかなという印象なんですけれども、オフェンセンスと決定力はともにマイナスなんですよね。ここは若干痛いところかなと思いますけれども、まあでもですね、能力値的に見ると全体的に底上げとなっているので、やっぱり個人的には今回のピョンテクの方がいいんじゃないかなという印象ですね。で、続きまして、ナポリの方からインシーネ選手ということで、この選手も登場という形になっておりますが、今回のインシーネはね、かなりドリブルがしやすい選手かなと思います。まずドリブルが一番上がった能力値でプラス5、95ということで、あとはボールコントロールも96ですし、ボールキープ94ということで、やっぱりドリブルしやすい選手かなと思います。で、オフェンセンスが90台前に乗せたというところはかなり評価できる部分ですよね。で、スピード瞬発が92、93ということで、コンワン6、怪我耐性3。で、レベル総合値は3つ上がって95ということで、スキルの、まあ中でもね、ダブルタッチ、コンカ、ミドル、スルーパス、ピンポイントクロス、あとはチェイシングにスーパーサブということで、まあスパサブ持ちなので、ここら辺は後半からの爆発力に期待かなと思いますが、追加スキルは PK キッカーでしたね。もう少しいいスキル欲しかったかなというか、ワンタッチシュートだったり、そこら辺のスキル欲しかったかなという印象なんですけども、プレスアラウィンストレーカーということになっております。で、前回の周回 P の方と比較していきたいと思いますが、ご覧の通りですね、っていう感じなんですけども、やっぱオフェンセンス決定力がマイナス3されているので、やっぱり前回の方がいいんかなというところと、能力値以外のところでは、スキルにね、前回がワンタッチシュートを持っていますので、やっぱりここら辺が1月30日のインシーネの方がいいんじゃないかなと言える要因かなと思います。で、クラブセレクションと比較していきたいと思いますが、ご覧の通りですね、ドリブルがやっぱり一番しやすいのが今回、で、グランドパスが一番高いのはクラブセレクション3回目、で、カーブが一番高いのはクラブセレクション1回目という形になっておりますが、これはちょっと難しいかなと思いますけども、個人的にやっぱりパスが通りにくいというところを考えると、3回目のインシーネの方がいいんじゃないかなという印象ですね。で、続きまして、ローマの方からはジェコ選手ですね。ジェコ選手も2回目の登場ということになっておりますけれども、まずオフェンセンス決定力が96、95でここら辺かなり高いですよね。で、ヘディング95だったり、フィジカル系の能力高いんですけれども、ジャンプが77なんですよね。ここが若干痛いところかなと思います。逆足は4で、コンワン7、怪我耐性2ということで、レベル総合値は2つ上がって95ということになっております。まあ、スキル面で見てもヘッダーだったり、コンカだったり、あとはシュート系しっかり持ってますし、ワンシューもワンパンも持っているというところはかなり評価できる部分かなと思いますね。プレイスタイルはポストプレイヤーということで、前回のクラブセレクションのジェコと比較していきたいと思います。決定力がマイナス2になっているんですが、他の能力値がですね、底上げとなっているので、個人的には今回の方がいいんじゃないかなという印象ですね。で、続きまして、ルカクということで、フィジカルモンスターがこちらのセリエ A のファンズチョイスでも登場ということになっております。まあ、決定力高いですね。決定力95でしっかり上がった能力値となっておるかなと思いますけれども、スピード瞬発も93、86でかなり高いですよね。まあ、言わずもがな、本当に外役な選手になってくるかなと思いますが、逆足が2つ3で、コンワン6、怪我耐性2ということで、レベル総合値は3つ上がって95。で、スキル追加なかったんですが、ヘッダー効果、無回転シュート、ワンシュー PK キーカー、闘争心ということで、ここら辺のスキルかなり有能なものを持っているかなと、思います。ただですね、ごめんなさい、ミドルシュートが追加となっておりますので、このミドルからっていう狙えるっていうところはですね、今回のルカクかなり評価できる部分かなと思います。で、前回のクラブセレクションと比較していきたいと思いますが、ご覧の通りですね、個人的にはやっぱり3回目かファンズチョイスかっていうところかなと思いますけども、やっぱりミドル持っているっていうところは今回かなり、評価できる部分かなと思いますので、個人的には今回の方がいいんじゃないかなという印象ですね。で、前回の週間 P と比較していきたいと思いますが、やっぱこれはですね、オフェンセンス3つ下がっていますので、能力値的に見るとやっぱり11月7日の方がいいんじゃないかなというところですね。で、続きまして、フェデリコ・キエーザ選手ということで、キエーザが本当に隠れ当たりの選手かなと思いますけども、まずオフェンセンス決定力ここら辺高いですね。89、88。で、足元の技術かなり高いですね。ボールキープだったり、ボールコントロールは90代後半まであるという形になっております。で、スピード瞬発も95、95ということで、ここら辺かなり足の速い選手になってくるかなと思いますし、コンワン6っていうところはですね、安定しているので、かなり評価できる部分かなと思います。で、レベマ総合値が97ということで、これは脅威ですね。で、スキルはダブルタッチ、コンカ、ミドル、スルーパス、ピンポイントクロス、マリーシャ、チェイシングということでですね、まあ、かなり有能なスキル持っていますし、この追加スキルのワンタッチシュートというところもかなり評価できる部分かなと思います。
で、続きまして、ジェルビーナ選手ですね。ジェルビーナに関してはですね、ちょっとロマン枠のところはありますが、まあ本当に強いものを持っているかなと思います。まず、ボルコンドリブル、ボールキープ高いので、ドリブルしやすい選手かなと思いますし、スピード瞬発も97、98でかなり高いですよね。で、ボディコントロール89ということなので、やっぱりドリブルしやすい選手かなと思いますし、考案後ですね、まあ6は欲しかったかなという印象なんですが、スキルはですね、ダブルタッチだったり、ワンタッチシュートの追加というところはかなりありがたかったかなと思います。プレイスタイルはウィングストライカーということで、ラストはですね、冨安選手と、ということで、ボローナの冨安選手、紹介させていただきたいと思います。まあ、本当に強い能力持ってますよね。ヘディング91だったり、ジャンプ91、フィジカルコンタクト96、ここら辺のフィジカル系の能力かなり高いですし、ディフェンスセンス93、ボールダッシュ89、アグレッシブネス90ということで、ディフェンス系の能力もかなり高いものを持っているかなと思います。で、逆足が4と3で、コンワン6、怪我体制2。で、レベマ総合値は5つ上がって93ですね。で、スキルはヘッダーマンマークインターセプトにピンポイントクロスが追加ということで、右サイドバックもいけますし、このピンポイントクロス持ちっていうところもかなり評価できる部分かなと思います。で、前回の12月19日の冨安選手と比較していきたいと思いますが、まあこれは前回の方がいいんじゃないかなという印象ですね。フライパスがプラス3、瞬発力プラス3、ディフェンスセンスプラス3で前回の方が高いので、これは前回の冨安選手の方がいいんじゃないかなというところですね。ということで、本日はですね、このセリエ A の注目の選手紹介していきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあ、ロナウドがですね、過去最悪ということにはなっていますが、まあでも強い分ね、通常からすると強い能力値持っていますので、当てていない方はぜひこちらで当てていただきたいなというところかなと思います。ということで、本日はここら辺終了していきたいと思います。最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では。